United States, Hiroshima Toyo Carps, Drew Anderson。昨シーズンの広島はレギュラーシーズン4位に終わり、クライマックスシリーズ進出に届かなかった。特に2021年シーズン前に補強した外国人選手が軒並み期待外れに終わったため、外国人選手5名と来季の契約を結ばないことを決断した。早速抜けた穴を埋めるべく、広島は11月初旬に1人目となる外国人補強に踏み切る。ドリュー・アンダーソン、契約金30万ドル、年俸70万ドルプラス出来高で契約した27歳の彼は、リリーフとして MLB で5シーズン続けて出場機会が限られていたものの、2017年から2020年にかけて計22イニングとワンアウトにとどまっていたのが、2021年だけで22イニングも投げた。2021年の成績を見ると、 AAA では72イニングと2アウトを投げて、防御率 3.06、 奪三振率 11.0、 フォアボール率 3.7 を記録していることから、最速153キロながらも若干荒削りな投球内容だったが、MLB に昇格した7月31日からの9試合で防御率 3.27、 奪三振率はわずか 3.7 と少なくなった分、フォアボール率も 2.5 と AAA でプレーしていた7月以前よりも低くなっており、コントロールに磨きがかかったといえる。アンダーソンはネバダ州リノで生まれ、地元のガレナ高校に通うと、2012年の MLB ドラフト21巡目でフィラデルフィア・フィリーズから指名された。契約後に先発投手としてルーキークラスでプロデビューすると、ショート A クラスでプレーした2013年はフィリーズのマイナーリーグオールスターに選ばれ、2015年にはトミー・ジョン手術を受けて欠場し、なかなか昇格できない日々が続くも、2015年オフに行われたルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りを決める。そして2017年の開幕を AA クラスで迎えると、リーグ週間最優秀投手に選ばれる活躍が実を結び、8月1日には MLB 初昇格、同日のエンゼルス戦でメジャーデビューを果たした。その年は MLB で2試合に登板したが、2イニングと1アウトで7失点と課題を残した。ここからアンダーソンはさらなる躍進を見せるのに苦戦することとなる。2019年のフィリーズでの春季トレーニングでは4試合に先発し、防御率 0.71 の好投を見せた。それでもチームの開幕ロースターには入れず、その後は AAA でも苦戦し、2019年に所属したリーハイバレーでは11先発で48イニングと1アウトを投げて0勝6敗、防御率 5.77 となり、後に MLB へ昇格しても6イニングを投げて5失点という成績に終わった。9月1日に DFA を受け、翌日リリースされるとシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだが、2020年は新型コロナウイルスの影響でマイナーリーグの全試合が中止になったことで、ホワイトソックス傘下の臨時トレーニング施設で過ごす我慢の日々が続く。8月8日には約1年ぶりの MLB 昇格でようやくホワイトソックスデビューを果たすも、リリーフとしてわずか1イニング1アウトで4失点を喫する内容で、1ヶ月も経たずにホワイトソックスから放出された。ここまでのキャリアでアンダーソンは2017年から2020年までの4シーズンで1試合以上は出場していたが、新人王の権利を失うほどの出場はしておらず、マイナーリーグで先発をしても MLB ではリリーフと一貫できていなかった。 MLB でプレーするチャンスを得るだけの実績はあっても、残留するには不十分だった。そんな時、かつてフィリーズ時代のチームメイトでルームメイトでもあったジョシュ・トルスにオーストラリアでのプレーを勧められた。これがきっかけで2021年シーズンが始まる前である12月から2月にかけて、オーストラリアンベースボールリーグのメルボルンエースと契約を結んだ。オーストラリアに行くのは彼にとって初めてだったが、不安や心配は到着してからすぐに解消された。メルボルンの名物料理を食べたり、ゴールドコーストやザ・トゥエルブ・アポストルズへ出かけたりして、その国の文化に浸る機会を楽しんでいた。バターやチーズと一緒にトーストに塗るベジマイトというオーストラリアの発酵食品にはさすがに理解に苦しんだとのことだが、オーストラリアンベースボールリーグはアンダーソンにとって自分をアメリカ球界から一旦距離を取り、試合に出ながらトレーニングを続けるため、そして何よりも環境を楽しむことを学ぶ良い機会だった。
心身をリラックスさせたアンダーソンは、これまでの苦悩が嘘だったかのように13イニング1アウト自責点0、7セーブ、28奪三振、3フォアボールを記録し、リーグ屈指のクローザーとして頭角を現した。その裏では MLB で12年間プレーしたオーストラリアのベテランピッチャーであるピータン・モイランが投手コーチを務めていたことも彼にとっての大きな支えになっていた。アメリカに帰国したアンダーソンはオーストラリアでの活躍を買われ、2月にレンジャーズとマイナー契約を結んだ。そして AAA で迎えた2021年は70イニング2アウトで86奪三振、防御率 3.06 と大きく崩れなかったことで、7月末の MLB 昇格以降は新型コロナウイルスの感染を除けばシーズン終了までチームに帯同し続け、大谷翔平からも三振を奪うシーンもあった。残念ながら40人枠に収めるための人員削減によってアンダーソンは11月3日に放出されることとなったが、すでにこの時点で NPB 球団とコンタクトを取っており、翌日に広島東洋カープに入団することが発表された。 MLB と AAA を行き来する中で2021年に降格をほとんど経験しなかったのは、球団にとっても彼にとってもプラスポイントと言えるが、それ以上にオーストラリアで無双するほどの実績を残したことが、彼がアジア球界にも興味を持ってくれた理由なのではないだろうか。